小泉新次郎議員がスキャンダルの追及ばかりが目立つ国会の改革を訴えました予算や法案の審議を行う委員会では個別のスキャンダル案件の追及ではなく法案審議を優先的に行うなど政策本位の審議を行うべきである小泉氏ら若手議員がまとめた提言ではスキャンダルを追及する場合は 特別調査会を設置し委員会での法案審議に影響を及ぼさないようにするよう提案しましたまた総理大臣や閣僚の負担を軽減するため党首討論などを増やして国会出席は合理化するよう求めています